SKE48 大場美奈ちゃん東海ラジオで卒業発表してくれてありがとうスペシャルスタートです東海ラジオお聞きの皆さんこんばんは SKE48 チーム K2 の大場美奈です東海ラジオプレミアムウィーク特別企画ということで今日からこの時間は4夜連続スペシャルな2時間でお送りします初日の今夜は私たち SKE48 がお送りします え今回のこのタイトル自分で言うのもあれなんですが「SKE48、うん、大場美奈ちゃん東海ラジオで卒業発表してくれてありがとうスペシャル」<laughs> と題して <laughs> 7時台は江郷優菜ちゃん、はい、熊崎遥香ちゃん、はい、林美玲ちゃんそして私大場美奈の4人で。 そして八時代は古畑奈央ちゃん、はい、須田あかりちゃん、はい、そして私大場美奈の三人でお送りします。いということで、皆さん、お待たせしました、よろしくお願いしまーす。ちょっと今日特別感ない?すい。<laughs> すごい。タイトルすごくない?。タイトルびっくりだった。た初めて聞かされた時、どうだった?。え、なんか、え。 ですかこれはって感じこの時期だから私来年の4月だからさ卒業さもうちょっと先だもんねそうだからでもんかこれは SK48 への大チャンスだなと思うので最後にね SK48 がまた来年からもお世話になれるように今日はねちょっと5人頑張ってこうね感動だわそんなメッセージ残して感動してねえじゃねえか一番感動だよ <laughs> ミレイたんもね、はい、今日はちょっとねまぁ、あ、でもいつも一緒に活動してるもんねそうですね,ねもうすごく楽しみにしてたのでとっても出れて嬉しいですありがとうございますすごいあれ生放送はえっと何回かもう経験してるからもう全然余裕 いや、余裕ではないですけど、ちょっと頑張ろうと思います。じゃ、今日、中で一番若いしね。そうだよ。最年少と最年長、揃ってます。揃えてきた。贅沢だな、今日は。ミレタンが、十二。十二です。十二歳。十二歳なの。で、須田さん。は須田さん、三十。 三十ちゃんれ三十ちゃん三だよ三十だもん十十八個違う。セクシーだね。すごい。今あの年齢層の幅広さだね。になるも二十九でしょ？一個だけ若いね。一個だけ若いね。今日はねそんな年年齢層をね結構いろんなジャンルのいろんな多分ことをやっていきますので皆さん二時間ねたっぷり楽しんでいきたいなと思います。では簡単にコーナーを紹介します。七時十五分頃は 即興ラジオドラマやっちゃうでちょエゴユーナちゃん熊崎はるちゃん林美玲ちゃんの3人が出てくるあなたが考えた物語の冒頭部分物語の出だしで即興でラジオドラマを作って演じちゃいます<ー>8時5分頃は私やらかしちゃいました皆さんからいただいた 究極にやらかしちゃった懺悔エピソードを紹介して私たちがその懺悔や失敗を許せるか許せないか判定しちゃいますあなたの究極にやらかしちゃった懺悔エピソードを詳しく書いて今すぐ今すぐメールかファックスで送ってくださいそして8時30分頃はあなたのお悩み聞いてあげるということで 恋愛相談でも人間関係でも仕事関係でも学校関係でも家族関係のお悩みでも何でも OK です、うん、あなたのお悩みを詳しく書いて今すぐこちらも今すぐいメールかファックスで送ってください、はい、私たちがズバリ解決しちゃうかもしれません。<laughs> そしてあなたがどうしても聞きたいことをメンバーが全力で答えるでちょ、うん、ということで私たちメンバーに生放送でどうしても聞きたい質問を今すぐ <laughs> こちらも今すぐでした今す,ぐ今すぐメールかファックスで送ってください応援メッセージもじゃんじゃん待っておりますそしてそしてあなたが聞きたい s k 4 8の曲のリクエストもお待ちしておりますその曲のあなたのエピソードも添えて こちらも今すぐ <laughs> 大変ですでもう、ね、皆さん今すぐ送っていただければ読みますのでメールかファックスで送ってくださいそしてそしてリスナーのあなたと生電話をしちゃうコーナーもあります一<お>回目は七時三十分頃エゴユナちゃん、熊崎遥ちゃん、林美玲ちゃんそして私大浜みなの中の誰か一人にあなたが言わせたいセリフを送ってきてください <laughs> そして二回目は八時二十分頃 あなたが歌う SKE48 の楽曲の花歌を私たちが何の曲か当てます、うん、生電話でメンバーに花歌クイズを出題してくれる方を大募集しております出演希望の方は連絡の取れる電話番号をか必ず書いてメールかファックスで送ってきてくださいそして三菊プレゼンツ何を触っているでしょうか 私たち六人がそれぞれ箱に入ったあるものを触ってリアクションします怖い怖い私たちももちろん中身を知りません何にも知らないですいそしてリスナーの皆さんは私たちが何を触っているのかを当ててください <laughs> なのでメンバーはちゃんとヒントを出してあげないと、はい、もう全然わ、はい、かんないのでそうですよ頑張りましょうというわけで全問正解した方の中から抽選で一名の方に、うん 開けてびっくり。クリスマス福袋をプレゼントしちゃいます。<laughs> すごい。最後まで聞いてじゃんじゃん、応募してください。何を触っているでしょうか？に応募してくれた方の中から2名の方、うん、そして全てのメッセージの中から3名の方に、うん、今日出演のメンバー6人の写真にサインを入れた超。超超超レアな。 今日のとっておくり写真をプレゼントしちゃいます撮ったねさっき撮ったちゃんと一眼レフで撮ってたねめっちゃ綺麗やって。しかも撮った写真にサイン書いて送るって初めてなかなかないよねめちゃくちゃ超レアなプレゼントなのでこちらもね皆さんぜひ応募してくださいそして生放送なので皆さんからの応援メッセージやコーナーの感想もどんどん送ってきてください メールは s k e t o k、ok、a i r a d i o c o j p ファックスは0529610077ツイッターは「東海ラジオ」そして「ハッシュタグ #SKE123 じゃないよ」をつけてつぶやきまくって盛り上げてくださいさあそれではですねもういきますよこっからはいドドドっと皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思いますそれでは早速始めていきましょう s k テ4 8大場美奈ちゃん東海ラジオで卒業発表してくれてありがとうスペシャルスタートです,ートで,すではまずは1曲お送りしましょう半田市にお住まいのラジオネームドリフさんからのリクエストです、うん、大場美奈さんの PV 撮影のエピソードが記憶に残っているので、うん、みなるんさん覚えてる何、うん、なんだろうえ なんかあったったけなんかでも過去に話したことあるエピソードじゃないですかえこのの曲に関してのエピソードってことだよね<え> <laughs> 私が <laughs> 今日出演するあの須田あかりちゃんとのエピソードなんですけどうん、うん、ダースがその,この曲にのなんかまあ番手みたいなものあるじゃないあ<ー>曲に関して1番手2番手3番手みたいな、うん、その時に、うん、その須田将暉ちゃんがなんか別のなんかスタッフさんに、うん「 ななんんででかこ番手すみたいな「12番手なんですけど」みたいな言ってたの私は初めて SK の曲参加した時だったからで5番手かなだったのまだ仲良くなかったのだからすごいなんか「ちょっとやばい」みたいな「12番手で怒ってる人いる」みたいなっていうエピソードはある一応ちょっと気まずいなって5番手にいないけど多分聴いてるんでそんなエピソードがあった曲になります。というわけでじゃあですね こちら聞いてもらいたいと思います。ske フォーティーエイトで美しい稲妻。今聴いていただいたのは、ドリフ四十八さんからのリクエスト、ske フォーティーエイトで美しい稲妻でした。東海ラジオ、B スタジオから生放送でお送りしています。さあ、やってまいりました。何を触っているでしょうか。<laughs> <ー>この時間は。 熊崎はるかちゃんが中身を見ずに何を触っているのか当ててください、はい、準備はいいですか怖い怖いね <laughs> 怖いかもね本当に一発目だからねしかもなんかいつもの箱みたいなの見えるけど大丈夫かないつものにじゃないよ僕そうだね <laughs> うわ怖い まあでもこの中に入りきるもんだからサイズ感がね割と小さめかもじゃあちょっと一発こっちも緊張みんな怖いよね俺なんかでも分かりやすいようにそうそうそうヒント出してくるのでお願いしまこれが基礎になってくからファンの皆さんの鍵になりますよねそうですこれ応募のいきますよじゃあよいスタートあー入れますあーあー待どこ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 何？あれあったなにこれ硬いですね硬いあ音鳴ります押すと おっと音が鳴るへ硬くて滑すべしてます滑すべしてなんかローラーみたいなのがついてるえなんだろうローラー音いきます音カチカチって音うんカチカチ何え軽い軽いめっちゃ軽いですえ意外とちっちゃい本当にちっちゃい手手のひらサイズローラー手の上に乗りますローラー一個ローラー一個しかついてないです何何何えそん なんかボタンみたいなのついてるボタンボタンだから難しくないちゃくちゃローラーが一個でついてて、手のひら手のひらサイズのフィットする、めっちゃちっちゃいやつでええ難しくないなんだろうちょっと熊崎はるちゃんが何を触っているかわかりましたか あの、えー、この後五人挑戦するのでみんなが何を触っていたかメモしておいてください、うん、<laughs> <っ>以上何を触っているでしょうかでした東海ラジオ B スタジオから生放送でお送りしていますこの時間はこのコーナーやっちゃいます題して即興ラジオドラマやっちゃうでちゃ。<laughs> イエーイ,イ,エーイやっちゃでちょ エゴユーナちゃん熊崎はるかちゃん林美玲ちゃんの3人が物語の主人公になって即興でラジオドラマを作って演じちゃいますリスナーの皆さんからエゴ郷ユーナちゃん熊崎はるかちゃん林美玲ちゃんの3人が出てくるお話の冒頭部分を募集しました、うん、冒頭は私大葉が読みます、はい、その後のお話を3人で作って演じながら3週で完結させてください難しいな そして3周目のラストの人は必ずオチをつけてすごい難しいこと言うじゃん最目の最後の人絶対オチをつけてめでたしめでたしかチャンチャンで締めてくださいなるほどこれはだから順番も大事にいや大事よだってもう急に3番目の人大変だもんめちゃくちゃここはまあ公平にじゃんけんで順番決めしていんですよ分かりましたこのじゃんんけますかかってるからじゃあ勝った人から決めてく決めていいよケー。 せーの、最初に、じゃけんぽき、あいこパす。お、お、熊崎、うわ、最悪だ。やったじゃ、あ一発目に勝った熊ちゃんは。一番手、一番手ね。一番手ね。はい。二番で。うわ、最悪だ。ということで、順番は。熊崎遥ちゃんが一番手、怪しみなちゃん二番手、そして、えごゆなちゃん三番手。はい。ということで、三週目のえごちゃんは。必ず、お茶をつけて。え、でたしめでたしか、ちゃんちゃんを。 言っってくださいねかたでも2人次第だから回ってくるからこれはやばいこれはだってもう即興でねリレーしていくやつだから3周目の最後にいいバトンがくるようにチームワーク的な感じでこれはもうチームワークエゴちゃんこれまでないぐらいめっちゃ喋ってめちゃからすごいですやいやいやいやこれはみんなで作り上げるものだからがんばこさん何も聞こえないじゃあ 早速そく、はい、即興ラジオドラマ、はい、やっちゃうでちょはい 1> 第一話急になんか変わったぞえーお猿のエゴちゃんと <laughs> 肘のミレイちゃんとあ、そういうウケか熊のクマちゃんの仲良し三匹が森の中の小道を歩いていると、はい、道の向こうからきびだんごを腰にぶら下げた桃太郎がやってくるのに出くわしました

未レ記事が言いました。けど、頑張らないといけないじゃん。よし。<laughs> ちょっと出発信号。<laughs> <laughs> <laughs> BGM はおばさんが担当されるんですか。おばさんがに出します。なるほど。<laughs> はい。すみません。<laughs> そして、三 <laughs> <しい> <laughs> 匹は桃太郎のところに書き寄りました。<laughs> えー <laughs>。 ぼぼ私たちも一緒に連れて行ってください。ですが桃太郎に言われました「<laughs> 君たちはまだまだ筋肉がないので <laughs> 一緒には行きませんと」といやお前たち今から鬼ヶ島に行くんだからこの。 ワンちゃんにし。ワンちゃんに従って。筋トレだ。ワンツー、ワン,ツー,ワンツー、一二三、はい、一二三、はい、鬼ヶ島まで、ランニング。はい、ワン。だ、<はっ S 2> <laughs> 誰かから電話が来たよ <laughs>。終わった、終わった。 えー、こちらサンタクロース <laughs> もうすぐもうすぐクリスマスだから一緒に鬼ヶ島まで行って鬼たちにプレゼント分け与えないかもうこんな時間か夕日も綺麗だなサンタクロースも行ってるしあの夕日に向かって走ろうじゃないか ワン・フォー・オール・オール・フォー・出発進行 <laughs> <laughs> なんの音なの音？バイクバイク <laughs> 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 そして <laughs> 桃太郎たちは元気に飛び出していきましたいやいやいや、サンタクロスさんソリじゃなくてバイクに乗るんかいおしまい素晴らしい,い でもこれはちょっとあのはい、はい、BGM の大庭さんがちょっと悪かったですよ BGM、ね、<laughs> の大庭さんのせいでしたよね途中から狂ったの <laughs> すいませんガンブシしたんですけど <laughs> 学校の何かチイムも合わせてあげたいなって情に入ってきてんか似てるの探して「チャイム」ってあったからチャイム押したら「学校のチャイム」だった <laughs> もうちょっとなんかリンリンみたいな感じかなと思った学校になっちゃって謎だったなな と思って、<laughs> だか結構なんか分かりやすい、き <laughs> っと鬼退治に行くんだろうなっていう設定だったのに、なん <laughs> か列車とかバイクとか来ちゃったから、<laughs> か犬も来ました。犬も来たしね, <laughs> ね。そうなのちょっといろいろ入れてみたんですけど、<laughs> はあ、いけるじゃん。ね。<laughs> いけんじゃんこれ。ちょっとじゃ。 もう一回やりたいから。ちょっと自由だな自分い囲いからって言ってボタン押してるだけだもん今度からちゃんと私も連携プレイするわ。ちゃんとちゃんと押す。いいとこでの大て大事大お願いします。順番決めていよもう一回。わかりました。最初グーだけポイ。最初グーだけポあ一個でしょ。 じゃあ、1番でいきます。<laughs> 続いてはね、ミレイちゃん1番でね。じゃあ、2番でいきます。まずきは。じゃあ、3 <laughs> 番手。2番で、エグちゃん3番でということで。<laughs> はい、3週目のラストの人は必ず押しをつけてください。押し <laughs> 担当エグされ。<laughs> <laughs> じゃあですね、続いてはね、奈良県にお住まいの拓丸さんからいただいたやつを読みますわね。はいはい、では、即興ラジオドラマやっちゃうでちょ。第2話。ボートに乗って遊んでいた仲良し3人組。うん あまりの心地よさにうとうとしてしまい目覚めるとそこは無人島だった慌てて携帯を見ると圏外の表示あ<ら>そこから3人のサバイバルなチャレンジが始まるのであったおなるほど私たち3人はどうしようもないからとりあえず何か食べ物を探そうよでも多分この3人じゃ見つからないだろうなきャッ 雷。逃げろ。<laughs> おへそ隠せ、早く逃げるんだ。あ、待って。洞窟が見つかった。洞窟に、とりあえず逃げ込もう。おっと。なんか。なん、何かの動物がいそうだな。いっぱいいっぱいいるな。ここは無人島じゃなくて。動物がたくさんいる島なのかな、みれいちゃん。 まさか、もとは動物園だったりして <laughs> まあ犬とかだからいいかなマンモスみたいな怖いのがいなければ大丈夫だよねぶっそうだ <laughs> 怖いなあ <laughs> 何かが暴れてるあー <laughs> なんだなんだなんだ <laughs> 怖いなん <laughs> の音けど、とりあえずとりあえずちょっと気になるから進んでみよう ワンちゃん、一緒についてきてくれるかなあ僕、実は日本語が喋れるんだああここの島にはここの島には鬼がいてね <laughs> 鬼がいてね僕はその昔、桃太郎という人に一緒に鬼ヶ島に 言って鬼退治をしようじゃないかって言われたんだけどめんどくさくて断ってきちゃったんだよね <laughs> そっかでもこの3人が加わっても行ける気配はないしなでも行ってみなきゃわからないだよねちょっと行ってみたい気もするしなどう思うけどあこの音はもしかして鬼か かワンタロウ、そうなのか鬼,鬼なのかまだ鬼は暴れてるんですかねあれ違うよ。この音は山奥に住んでるちっちゃい妖精、ミナルンのいびきなんだ。<laughs> ほら、くしゃみもしてるよ。楽しそう。 待ってこれ三周した <laughs> まだじゃ終わってたよ死んだい死んだ大丈夫これ <laughs> ちょっとくしゃみしすぎじゃないかな風邪でも引いてるのかなやっぱここ洞窟だけちょっと寒いしそれにしてはくしゃみしすぎだよな <laughs> 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 待って <laughs> 私が喋るとすごく暴れるんだけどミナルン妖精に嫌われてるのかな, <laughs> な仲直りしてこようかなミナルン妖精私とも仲良くしてくれませんかあれ無視だ <laughs> どうすればいいのかなくしゃみすれば仲良くなれるかな <laughs> やっぱくしゃみの真似をしてみようハクションハクションハクショション 仲良くなれたよかったくしゃみをすれば仲良くなれるんだよかったえ私たちは無人島からの脱出をあきらめ動物と鬼と妖精ミナみなるんと幸せに暮らしましたとさおしまい <laughs> なんだこれはすごい すごい展開になったじゃないか。もうあの途中覚えてない。何が起こったか。何があった。何があったの。でもさ、途中さ、前回のやつひ。鬼鬼が現れた。前回の物語入れてきたよね。でなんかそのなんていうのあの繋がってるみたいな実は。でもすごいすごいったその展開。やっぱすごいななんか見えた。どうだった。 いやもうちょっと面白すぎて途中なんかわけわからないこと言っちゃって大変でしたけど <laughs> でも楽しかったですも,う、うんまあ、でも正解とかないからそう,だよそうですねまた感想メールをちょっと、はい、なかなか一発目からカロリー高い企画で、ね、結構ちょっと汗かいてるすご <laughs> <laughs> いよね <laughs> 大変でした <laughs> というわけで以上「即興ラジオドラマやっちゃうでちょ」でした東海ラジオ B スタジオから生放送でお送りしています さあやってまいりました。何を触っているでしょうか。この時間はエゴユナちゃんが中身を見ずに何を触っているのか当ててください。はい。では準備いいですか。はい。腕腕まくりしといた。何が入ってるかわかんないから。気合が。では行きます。よいスタート。なんだこれ。何？重い割と重い。ああ。ちょっとあの巻きつける系の。巻きつける。巻きつける。巻きつける系でまあ。 重め金属金属で重く,っ重くて巻きつける系まあ仕事してる方とかよく使うんじゃないですか、ね、え手触りとかどんな感じですかまあでも割とつるつるしてますね巻きつけどこに体に体体ですね<体>体の一部に巻きつけます体の一部に巻きつけるあっ体の一部に巻きつける仕事とかそうですね私はまああんましないんですけど、うん ああ、ど。あ<ー>あ<ー>、男性多め、ね。男性多めですね。多めのやつね。はいはいはい。まあ、これないと、ちょっと。まあ。なんて言うんですか。生活リズムがちょっと。あ<ー>あー、目安になるってことですね。大事な。生活する上ですごい必要なやつ。<laughs> これはいけたねこれは分かりました分かりやすいね分かりやすかったね<え>さあエゴユーナちゃんが何を触っているか分かりましたかこの後4人挑戦するのでみんなが何を触っていたかメモしておいてください以上何を触っているでしょうかでした東海ラジオ B スタジオから生放送でお送りしていますこの時間はこのコーナーやっちゃいます題して言わせたいこと言っちゃうよ ここからはリスナーさんと電話をつないで私たちの中の誰か一人に言わせたい言葉を言っちゃいます早速電話が繋がっているみたいです申しまーし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 あこんばんはこんばんはラジオネームを教えてくださいわあちゃんですわあちゃんわあちゃんわあちゃん女の子そうですわあちゃんわあちゃんの推し面は早速誰ですか おばみなちゃんでー,ーみなるんさん推しのばあちゃんやっほーこんばんは今日何してたの今日部活してましたわ何年生高校一年生ですええー、青春真っ只中だ <laughs> だね<ー> <laughs> ではですねじゃあばあちゃんが言わせたい言葉を聞く前にまずは誰に言わせたいかを聞いてもいいですか、はい もちろんオーバーミナちゃうんであ、ご指名<お>ちょっと<お>内容によっては <laughs> いや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 、<laughs> そういうことじゃないよねせっかくなんで、ね。そうだよねじゃあなんて言ってほしいですかえな、ー、んでもいい言ってくれるって頑張ってねって言ってほしい <laughs> いやもうそんな可愛い三百回ぐらい言っちゃうよね。あじゃあ百回お願いします。それはごめんなさい。申し訳あ調子乗ります、ね。九時まで今度別で九十九回いく。<laughs> <laughs> じゃあ行きますね。わ、まあちゃん部活頑張ってね。ありがとうございます。 部活何部？ね、気になる。バスケ部です。バスケか。バスケ部。すごいね。バスケいる経験者。えっと一ヶ月だけ幽霊部員でした。はい。小丸崎さんが一応バスケ。小丸ちゃんがね、バッシュの音がインポジションとかわからないほどの幽霊部員でした。そう。え、ワンちゃんはどこなの？ え私フォワードっていうところで守る系？なんか聞いたことあるフォワードがスリーポイントとか打つ人で、すごいいいよすごいねすごいじゃん頑張って高校一年生ってことはでもこれからだねはいまだまだここから頑張っていろいろな大会出たりして頑張ってくださいはいありがとうございます私たちも応援してます頑張れ頑張れ皆さんも頑張ってくださいありがとうございますジャワちゃんありがとう。 はいありがとうございましたバイバイまたバイバイ,バイ,バイさあというわけでですね、うん、生電話のコーナーはこの後八時台にもありますので皆さんお楽しみに以上言わせたいこと言っちゃうよんでした東海ラジオ B スタジオから生放送でお送りしていますさあやってまいりました何を触っているでしょうかこの時間は林美玲ちゃんが中身を見ずに何を触っているのか当てます はい。ミレイちゃんが緊張してる。初めてやるのこういうの。はい。中身当てるのあんまやったことなくて。学校でも結構ゆるいやつしかなかったので。学校でも。学校やるの？学校やりますたまにたまにやります。学校すごいバラエティショーみ学校でとかでやんの？学校のなんかレクリエーション。ええ。楽しいねそれ。なんですよ。でも大体三択みたいな感じだったので。はい。優しい系なんですね。緊張してる。じゃあちょっとミレイちゃんいきますよ。はい。よい。 スタート。何かな？え？え？ああわかりました。えっと硬いです。はや硬い。やい。理解が。硬いかな。で体に身につけるものです。ああまあなんかこう全部ちょっとどこか一部ですけどもどこかの一部に一部に身につけるものでえっと日差しをカットとかまあよくまあ皆さんが日常的につけるものといえば日常的って感じですね。でも日差しをカット 結構いろいろあります。よねなのかそのなんていうの、見えない時に使うかみたいな。よく学生の子でも。学生。つるつる。つけていや、つるつるじゃないです。重い。ふわふわ。重くもないです。はい。じゃ、まあ、仮方です。仮。と言えば、仮方で。すふわふわが江口に積もって。く日差しカットでふわふわ。すごいアイテムすぎ。はい、暑い中ふわふわ。 ごめんなさいね。<laughs> そんな感じですかね。でもわかりましたか？まあだいぶ絞られたよね、うん。確かに確かに。ものは。うんうんうん。なんとなくわかりました。行けるんじゃないかな？お、頑張ってください。わいとる。<laughs> <laughs> さあ林美玲ちゃんが何を触っているかわかりましたか？この後と三人挑戦するのでみんなが何を触っていたかメモしておいてください。以上何を触っているでしょうかでした。ではここで一曲お送りしましょう。ラジオネーム なおまるなおまさんなおまるなおまさんからいただきましたありがとうございますリクエスト曲は強きのよですデビュー曲を今のメンバーでリメイクしてほしいなるほどととのこで、でまあそうすね。オリジナルメンバーの方ねみんなね卒業されました卒業されましたね最近だと青空片思いとか2021年バージョンミレータンがねリメイクしたからもしかしたら いつかこの願いが叶うかもしれませんのでね<お> <laughs>、うん、はいというわけでそれでは聞いていただきたいと思います SKE48 で強きものよというわけで今聞いていただいたのはなおまるなおまさんからのリクエスト SKE48 で強きものよでしたそしてここで J-POP トレンドにハッシュタグオ大ミみー入ってますすごーい ハッシュタグ東海ラジオハッシュタグ S.K. 一二三じゃないよ。そしてハッシュタグオーバーミナでツイートしてください。東海ラジオ B スタジオから生放送でお送りしています。この時間はこのコーナーやっちゃいます。大してあなたがどうしても聞きたいことをメンバーが全力で答え出ちゃう。 というわけでリスナーの皆さんからいただいた生放送でどうしても聞きたい質問に対して私たちが全力で答えちゃいます、はい、では紹介していきたいと思います、はい、東京都にお住まいのラジオネームありがとうございますありがとうございます,います皆さん SKE で同じ釜の飯を食べてきて、うん、お互いのことをよく知っていると思いますが、はい、出会った時の印象と今現在の印象が一番変わったメンバーかっこ 今日出演するメンバーの中でお願いしますを教えてくださいまた逆に一番変わらないメンバーも教えてくださいよろしくお願いしますということで今日の中で出会った時の印象と今現在の印象が一番変わったメンバー、えーえー、いる。だけどミナルンさんと初めて会ったっていうか、うん、ちょっともう会って間もない時に、うん 一緒にタピオカを買いに行ったことがあって、えー、絶対覚えてないですよねその顔 <laughs> 絶対覚えてないですよね二 <laughs> 人でそうです熊崎とみなるんさん二人で出会った頃ちょっと出会ってからちょっと経った後にタピオカを一緒に並んで買いに行ったことあるんですよ、うんうん、絶対覚えてないとけど、まあ、<laughs> あったんですよね、うん、嘘ではないですよ、うん、でその時にやっぱあの人見知りだったからお互い、うん なんかなんとかだよねっていうすごいあの敬語っぽい感じで喋ってたんですけどあ、うん、なんかクソ草野郎」とか言うキャラだって思ってなかったからそうかう、ね、そうねや <laughs> ってくださいすごく寂しい感じになっちゃったんですけれど <laughs> ちと本人がだってもう記憶にないからちょっとねじゃあなんかあのもうちょっと一緒に、うん、めっちゃ34年前ぐらいに行ったの覚えてるのよ、うん タピオカ飲んでタピオカブームの時そうですそうですえそれのこと言ってんのはいそれですそれってさもう出会ってからさ割と最近だマジ最近だよえ本当ですかだって出会ってもだって私七年いんだよ七年いってだってもう普通に選抜とかもずっと一緒にいてえけどようやく話せたのそれぐらいじゃないですかあなんか出会ってなんかあれ結構私からしたらなまあもうまあまあえ嬉しいえあれちょっとお互いのね 仲いいどのなんかあれだよね見解の違いがあの時ねあの時お昼ご飯とかも食べた時だよねはい一緒に食べました食べたよね食べてし食べましたその時だよねちょっとお互い不安にながらすごい探りながらでも二人でね二人でそう。行くって私の中ではなかなかにでハードル高いからそう嬉しかったんですよめちゃくちゃ けど、まだそんなにやっぱりあの中が深まってなかったんですけど、だんだんちょっと最近とか喋るようになって、あの意外と逆にあの口の悪いところを見ると仲良くなれたんだ。みたいな。こんなとこもあんだなって思って嬉、うん、しかったです。ね、他はえ、私はあかりさんで、私が入ったばっかりの頃ってやっぱ。あかりさんはなんていうの？ もうカメラになんか自分映して特典映像のカメラとか、うん「須田あかりです」みたいな「うんうん、今からお弁当食べます」みたいな今だったら多分「<laughs> ミレちゃん今日どう?」みたいな感じで聞くところをやっぱその時はすごい。あの こういう先輩なんだって思ってた。ずっと自分を見てる先輩ってことでね。そう。だけど、今は優しい。優しい。そうだね。大人になってきたからね。だってもう十二年いるからね。やっぱ最初の頃は。だかね、やっぱ自分可愛いっていうのはあるけど。今はね、後輩をいっぱい面倒見てる優しいお姉さんです。美玲ちゃんはどうですか。私は比較的になんか、皆さん。 やっぱ予想通りだなっていう感じの上様<に>が表れていましたのでだ逆に,なんだろ逆に皆さんそちょ会いすぎて怖いなってくらいです自分でも<ー>そ,そのイメージとあ、はい、ってるんだなと思って、ね、で,で,でも私ミネちゃんも結構印象が、うん、なんていうのこんなにしっかりしてると思わなかったあーもっとやっぱ なんて言うんてうう、だだろ小学生だったからね。若いからもうちょっとなんかちょっとお話ダンスとか最初から結構バキバキに踊れてたじゃん,ん<ー>、うん、リハでも、はい、でも喋ったらやっぱまだちょっと緊張しますとか言うのかなと思ったら今日とかも全然誰よりも緊張してない,いな <laughs> 結構堂々と、ね、<laughs> <う>してるからねっていうところはすごい印象変わったなってあ,あの,の本当ですか ね、ありがとうございます。こんな感じでございます。では、続いてのメッセージを見たいと思います。ええ、三重県にお住まいのラジオネーム、つかっちさんからいただきました。ありがとうございます。来年、二千二十二年の目標や抱負、挑戦してみたいことなど、何でもいいので、教えてください。よろしくお願いします。うどうですか。はい、もう、そういう時期なのか。あっという間。あっという間、もう後半になってっちゃってるんだ。もう、もうすぐ、あっという間に、来年だから。 早い一年来年の目標だったりやりたいこととかやりたいこと。私あの占いに行きたい。占いに行ってなんかラッキーカラーを教えてほしい。色？カラー？なんか何色身につけてたらなんか運気上がるかなみたいな。ああまあ色ぐらいの方がいいよね。うんまだ。そうそうそうなんかちょっといいこと言われすぎてもなんか怖いじゃないですか占いとかって。だからもうなんかそれぐらいさりげない。 感じで占いに行ってみたい。行ったことないんだけど占い。私逆にあの占い行ったことあって、なんと来年が絶頂期なんですよ。ええそうなんだ。あなたは二十二年。二十二年何かになる。何かになるの？そんなアバウトなんだ占いって。あなたすごいよ変わりよってすごい言われて。ええ何か違うものになる。今もアイドルだけどさらに何かになる。いいことあるめちゃくちゃいいって言われてる。えじゃ楽しみだね来年ね。でもいいねそのワクワクは。うん。 向いてる職業って何ですかって大統領かなって言われた瞬間あれだねその人信じて大丈夫かなって思ったけどいいことはちょっと信じて来年頑張っていこうかなってうちはちょっと自分で見つけた人いた方がいいですちゃんとまた違うところをね採択していったねいろいろねはい嶺さんは私は歌をもっと頑張りたいなって思ってて来年はなんか自分はなんかダンスは まだできる方なんですけど歌はやっぱりそのダンスに比べるとやっぱできないなって感じなので、うん、もうちょっと頑張りたいなって思ってますすごい,、ね、すごいだって外資ホールでさ一人で虫のバラードとか歌ってさ、ね、いやすごい上手だったよいやいやもう後から聴き返すと恥ずかしすぎて、うん、もう3秒くらいでもう、えー、歌えないよいあんな一人で。うん ねこの年数まで歌えないんだが本当に本当にすごいよありがとうございますね2022年もねちょっと皆さん SK4T の応援ね全力でよろしくお願いしますでは続いてのメッセージをみたいと思いますえ千田郡にお住まいのラジオネームクリリンさんからいただきましたありがとうございます。 最近自分はカレーライスを作ることにハマっています<ー>ただ毎回同じ具材でマンネリ化しています、うん、もしよろしければ皆さんがおすすめするカレーライスの具材を教えてください、えー、え？何そんなパターンあるかな枝豆おいしいね多分おいしいですよめっちゃ入れるの入れます入れます枝豆カレーの中に入れます、えー、それは作ってる最中から入れるのそれとも後から入れるの後からポンポンポンって 茹でたものを、はい、ぷんぷんぷんって後乗せして。それはね、熊崎家のカレーなの。あ、そうなんです。なんか、枝豆が私めちゃくちゃ大好きなので。なんか美味しいもの入れて、新しいカレー作りたいねって、お母さんと喋ってて、枝豆とか合いそうじゃないみたいな。で、枝豆入れるようになって。いや、美味しいから、やってみてください。あ、でも、絶対美味しそう。美味しそう。美味しそうです。 結構大豆とか結構入れるじゃないですか豆っ入ってる,る入ってますよね<ー>それをちょっと枝豆に変えるだけなんで<ー><ー>やったことないけど、はい、やってみたいっやってみてください美味しいですよクリリンさん枝豆をおすすめするのでぜひ、うん、やってみてください、うん、はいでは続いてのメッセージ北海道にお住まいのラジオネーム あいのめりさんからいただきました。ありがとうございます。早いもので2021年も残すは半月ほどとなりましたが、もうすぐクリスマスということでお仕事でもプライベートでも強く印象に残っているクリスマスの思い出があれば教えてください。僕は今年のクリスマスを名古屋大感謝祭でおしめんと一緒に過ごせるのがとても楽しみです。楽しみです。楽しみです。今年ねみんな出ますからね。よろしくお願いします。ということでクリスマスの思い出ありますか？ えでも私ほとんどプレゼントが決まらなくてあ毎回欲しいものがさんのそうなんですよ大体欲しいものがなくて s a n さんまだ来てるいやもう来てないですいつから来てないの多分私が信じてないからかもしれないですあーもう来てない系ですねちゃんとプレゼントだよってもらう派いやそれもないですねもうどういうこと何歳まで来てたの こう六年生は多分起きてないです。五年生だと思す割と早,です早めの段階で現実をしかも本当に何ももらえなくなっちゃってちょっと悲しいですけど。じゃあ熊崎さんが <laughs> 熊崎さんたが <laughs> あれこれミナルサンタとかなんですですか <laughs> で？ここで熊崎サンタに振りますか。か崎サンタ今、熊崎サンタが目をあげ。<laughs> でも私がそのプレゼントをもらえない理由は、私に欲しいものがないからなので、それはもうでもどのサンタにお願いしてもきっとそれはちょっと仕方がないかなと。<laughs> な喜ばせたいの。無理これ。 やばいやばいやばい<れ>何も振ってないよ。振って始めたじゃん。ちょっと頑張ろうかなと思って。また始まった即興ラジオ。熊崎さんたかな。いつでもあの見れた熊崎さんた登場できるから。あはい、じゃあまた欲しいものが見つかったらあの三脚。<laughs> <laughs> それもただじゃなくなってるかも。ただのなんかただのもうなんかプレゼント下がりだ。この時期じゃないと。はい いつもクリスマスはねみんなで今年はね楽しくぐっとクリスマス過ごしたいと思います。じゃあですねこれ最後になるのかな最後のメッセージまず読みますねじゃあ埼玉県にお住まいのラジオネームさやさんから頂きました今年の漢字が金に決まったようですが皆さんは今年1年を振り返ってこれ金メダルあげたいなって思うような出来事はありましたか自自分分ににえ でも私はたくさんソロライブをやらせてもらったのですごい本当に、はい、それですかねマジなんか毎回さツイッターとかで流れてくる写真とか見てもめっちゃ可愛い、うん、えー嬉しいもう来年もなんかどんどんやってって感じ、うん、頑張ります、うん、来年もできるように だっていろんなイベント出てるもんね。そうですね。アイドルフェスも結構一人で。すごくない？そういう人ってなかなかさ、ポケイングループでないから、うんうん。でもやっぱりいつもみんなと一緒にさ出るじゃん、うん、アイドルイベントとか。うんうん、やっぱ一人はさすがにねあの震えますね。あ震えるんだ。ゼップとかこの一人だったけど、う,んうん、うわやっぱなんかなんていうの安心感が違う。あ<ー>あ<ー>。いやでもまあ今年一年。うん。 初めてやったことがあるじゃん来年二年目だからソロそうですねもうちょっとそういうの見るの楽しみどんどんいろんな子がソロになるのも楽しみなので皆さんいろいろと応援してくださいメッセージありがとうございますどんどんまだまだメッセージは募集してるのでぜひ送ってください待ってますというわけでみんな一時間 ここまでやっていました早い1時間どうでしたでも内容は結構濃かったですいや濃かったよもう演技がもうものすごく濃かった多分今までのラジオで一番笑ったと思ってますそうだね喋れないぐらい笑ってたもんね本当にもあれはさ BGM が悪かったよね BGM のせいですあのアクションのせいでしたこんないやでも結構このレパートリーの中で限界よ笑 あ <laughs> 結構ね <laughs>、うん。でも結構みんなエゴピがやっぱ先輩を出してくれて、うん、いや本当にやっぱねまだ <laughs> でもちょっと順番変えってやりたいですね,ね本当はちょっと私がじゃんけんがちょっと絶望的に弱かったんで <laughs> そうそう楽しかったでもあっとった、ね、でも本当に良かったですねいろいろとありがとうございますありがとうございます,す,と,いますというわけでこの後八時からはですね古畑奈直ちゃんそして須田あかりちゃんが登場いたします二人が スタジオに入ってきまましししたいます大丈夫かなフローーもうお願この後、ねうん、あとねまあいろいろと2人で。 二人でってか三人かなちょっと大人面でいろいろ話をしていきますわーなんかスタッフさんが間違えてるのかな三菱さんがちょっと勘違いしてるのか深夜ラジオがこの時間帯から始まる勢いでそうなのよ8時からのテーマは深夜ラジオみたいなもうこっちでいるみたいなスイッチ入ってるからよろしくねスイッチ入ちょっとねこっちの席とあっちの席だと色が違うちょっミレイちゃんにはまだ早いからねちょ違いますねミレイちゃんねこの後まっすぐお家帰るもんね可愛いね ねえミレーちゃんどうでした？<laughs> いや本当に。 もう今日、出演できて本当に嬉しかったですし、もうありがたかったです。読んでいただけると思わなかったので、もう本当に嬉しいです。もう頑張れてんじゃん。ちなみに今回のメンバー、私前からね決めたの、みつきちゃんでもこれはもう多分、もしかしたらね、この今日の結果によって来年もね、もしかしたらね、こういうのができるかもしれないその時はもしかしたらみえちゃんが仕切るかもしれないから。わかんないよ、もしかしたらね。 みれちゃんがやって、あの深夜ラジオみたいな古畑さんと須田さんを。ちょっとね、<laughs> まとめるみたいな。ちょっとね、頑張っていきたいと思います。ということで、林美玲ちゃんはここまでの出演となりますた。ありがとうございましたす。山井アナちゃんと駒崎遥香ちゃんはですね、はい、まだまだエンディングで再度登場してもらう予定なので。二、はい、人はこの後、はい、1> 約一時間。はい まないぐらい何する予定ですか。何どうす深夜ラジオ聞く。深夜ラジオ聞く気満々です。楽屋でねラジオが爆音で流れてる。あ本当ですか。じゃあちょっとじっくりお姉様方のちょっと深夜ラジオ楽しみましょうねこちはこちら。楽しみましょうはい。 というわけで、お、これ<何>これ、ハッシュタグ東海ラジオ、ハッシュタグ s k 一二三じゃないよ、も、J-POP トレンド入りましすごいす、ね、ありがとうございまうごます。いいというわけでね、引き続きですね、皆さん、聞いてください。s k ッ8大場美奈ちゃん、はい、東海ラジオで卒業発表してくれて、ありがとうスペシャル。まだまだ続きます。